いい試合を期待したい。はい、というわけで第71回ストリートファイターズ優勝者指名11勝ち、優勝者ヤマさんバルログの指名は今日は外で出場となった金藤さん。武神流の技、おーすげえすげえ当たり方した。武神流の技はかなりハイレベルに繰り出してくる金藤さん。メインはフェイローなんですが、金藤外チューピーホザンと差し込んでいく。テラーガード、デイライビーから歩き壊し、いやちょっとニヤッとしてしまいますね今のフィニッシュの仕方。第1ラウンドはヒット外、ホザントからホザント台足刺して壊し、デイライビーからチューピーホザン背びれ押し込む、レイヤーでピオリン不侵入セービングレベル3から2ループまで、これは強い金藤さんのガイガ選手。ファイトロカルジョーズ、2戦目ヤマさん VS キッド、小足からジャクジャク系スラー、さて小足の外から投げ、これがバルログの生命線。スラーガード投げてリズナーガードする、下げる JYB から投げていいや、お中盤暴れ間に合うもんだ。さすがの武神竜バルセナダックを中盤体験、しかし投げてチューチューイズナ相打ち肘表で、いやね裏回りじゃなくてコンボミスですよね。ヒディが通る、あーしゃがみくらい、やってしまったしゃがみくらいには大ピーが当たりづらい。第1ラウンド山田バルログコロコロ、素早いクロー、これはガード、スラッシュ込みからコア投げ抜ける、投げ暴れ、怪しいと、イズナこれはスラで当てにいった、おっしかし仕込みすら失敗、投げが通る、体力が5分、肘から裏壊しでいや、これもコパン暴れ落ちない、投げ抜けてコロコロ、またイズナ、何か狙ってたんだと思うんですが、バルログのイズナが強かった。3000名ヤマさん VS キンド、まあまあまああの距離でセミ巻き合いますね。しかしまずはバルセロナから投げてヤマさん先制、スマートとつなぎ見せ、だがここは読み合い勝ったらヤマさん逃げない、スマートセミカウンター、これは美味しい、ウルポン通してだいぶ体力差が詰まった、絆落とし、絆合戦ここで壊し、レイヤー投げを通す、
第2ラウンド。とセビの前に中ビ。セビが通らず投げ抜けて。歩き投げ。山さんがリード。スマートがいいところに当たる。これでピオリはちょっと絶対。セビさんスマートテラー。とりあえず話してみたが話し見。話し見しか生まれなかった。第3ラウンド。テラーガード。テラーじゃねえや、ハイクローガード。しかしイズナリーダー山さん、イズナ落としと仕込みミスったか。怪しい。コザートヒット。スカゲダン。ここでセビから画面足まで運搬していった。ボーダーと表、まあウルコンまで行く。不侵入のかっこいいウルコン。表肘ヒット台先制していく。1-2。これぞ武神っていう。いやー、このウルフォーを見据えてのガイの。さて4戦目となります。1-2からの4戦目。戦勝していくのは均等ガイ。小足だから入れ替えながら小足。ゼイヤー、ゼイヤー。ここはローリング。チュービー。コーダントはチュービーで割り込む。投げて。イズナ追いかける。重ねミス。メクリアガード。相打ち。ここはしかしスラガイを強ってでも使ってでも強気は強気。第1ラウンドは金堂ガイ。セビと暴れない。先生ヤマさんコロコロ。肘当たらず。不侵入派生肘。投げて投げが抜ける。セビ右から投げ抜ける。肘水が落とす。やべえな肘。小足に対してはバックステ。三角跳び。そして投げ。やっぱ三角跳びせや。おっと投げて肘に対してウルコンですね。これがあります。バルはこの表肘に対してリバーサウルコンが勝つ。一時第3アウト。砲弾とに割り込みを仕掛けていくチュビ。また見たこれ旋風脚。セビ一投げ抜ける。で先端これやりたかっただけじゃね。イズナをイズナで落とす。デナイビー。いやでもいいもん見てました。イズナ落とし。ジャクジャク中からイズナはガードめくっていない。コロコロ。おーっとつなぎ見せ。そしてまたなイズナをイズナで落とす。もうなんとまで。え、あれキャラ隊っすか。キャラ隊、キャラ隊バッチシネタじゃなくてガチ。ほーイズナをイズナで落とせ。イジさんです。どっちのイズナショー。ヤマさん VS キンド。
さて、1番からの5000名ヤマさんバルロック VS 金道ガイ、ここまでは金道ガイがサブキャラとは思えないようなキレキレの動き、左足相打ち表木に通って、ジェダイ系はバックステイ、左足差し返す、右表から砲弾と中段重ねにウルトン、結構見てはるんすよね山さん。入れ替えて肘当たらず、ダイヤッシュ中逆中絆逆転ゲナガードだが歩き投げ絆落としから下段側は、いやー金藤さんらしい強気の選択肢だったが、バックステ狩りのスライディングですね。第1ラウンド山さんバルログ、さあつなぎ見せ、バックステのな台足で返してグラス虫が自重しない、砲弾と投げ抜ける中中バルセナ、これは逃げ読みすらバックでかわして、リズナ掴んでいく、制約壊しが通る、立ちくらい砲弾と右から壊しが通る、右か大 B からここはガード、砲弾とセビ投げが通る、これはガードが間に合った、下げている、金藤外取り返す、11第3ラウンド JYP イズナつかむ、下段せいやセビ、こういう動きなんかね、いろいろ思い出しますね、ゲランガード投げが通る、下間に合うのか、ひげだがつなぎミス、しゃがみくらいは安いがい、全部当たってさあどうする、いや投げまで、まあさすがに兄さん、山さんに金藤さん、なかなか興味深い対戦になってまいりました。今日の11 The stage of battle is set. Let's get started. Fight! さて、兄さんからの6戦目、山さん VS 金藤、コアコア投げて肘立ちくらい旋風で締める、コマからと、これは微妙なくらい逃げ、壊し投げめくり中継フォーザースト、これは壊しから投げて中継大足コロコロめくりが当たらない、投げが返る中弱中イズナ、さてバックステ、でもスライディング、まあ金藤さんらしい強気、第1ラウンドはフィードガイ、開幕はイズナを引いてしぶってガイ、セビが短い、これは間に合わないが、まあセンターなんで問題なし、しゃがち、これが無心流しゃがみ中パンチ、数々のジャンプ攻撃を落としてきた、投げる、これはイズナ落ちない、セビカウンター、大 K から通常コンルート、投げが通る、めくりが通る、おっとだが肘で問題なし、
あれ、金藤さん、ウォリアーの金藤さんですよね。ははっ、24、金藤ガイ、高槻の登り竜、金藤ガイ24でリード。やってることは違うながら、金藤というプレイヤーの特色がガイの裏からにじみ出る、そんな感じ。24からの7000名、ヤマさん VS スピード、痛いのがどうだ、よりセミさん、新竜テーピングアタック3から旋風締め、めくりやガード、セミカウンタースラで締めて、最後は中継相打ち。なるほどなるほど、第1ラウンドは金藤ガイ、第2ラウンド外野ちょっとめり込んだ、セミに対してもアルギコアシから詐欺飛びは中継、釣りがでかい、大足投げ抜ける、中足中中イズナ、これは前よく見ていた、中足コロコロ、一旦中央へ逃れる、スロー相打ちゼロ、だがだと噛み合わない、大足これはさすがに間に合わない、止まったが中盤出ず、デジビー旋風客のスキー、イズナダック、イズナドロップ、11第3ラウンド、ゲージを中盤で全部吐いてしまったため何もない、だが中 B とスライバックス読みの大足、先生は金土だけ、垂直ジャンプ様子見、地上戦めんどくさかったら飛びゃいいんだよ、大きな絆落とし、例題系から刻んでみた、そうここでいいな、投げ届かない、スラ当ててグラコ足暴れ、そしていずなを当てていく、ヤモさんタイミング中押し、ヤマさん1ゲーム詰めていく、3-4、3-4、さて3-4からの8000名、ヤマさん VS キント、キントガイが結構強い、サブとは思えないなかなか仕上がり、イズナをイズナで落として、お足からスラめくり中継、コーザントでピオリ、新旧セービングアタックレベル3から投げる、表投げ抜ける、中足テラー暴れていく、イズナガード、バルトアタック2発目が当たってしまう、投げ抜けて中足大足強気、右から投げ抜ける、チャラスラに対してバックジャンプ様子見、大中イエクスラーでぴったり、ヤマさん逆転、第2ラウンド、ゲージがない、中 B コロ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 、そして投げ、ヤマさんリズムを変えてきたか、旋風ガード、準備大工、さらに投げを通してめくりガード、弱弱中イズナ、これを通せ、そして通常技をガードさせてテラーの削りまで、まあ削りで OK ってやつですね、ヤマさん2連勝追いついた、4-4、
からの9戦目ヤマさん VS キンド2B から壊し連携に行くが肘が壊しに当たらない。なるほど、めくりめくり、あれはしゃがみ中盤で落ちないバルセロナか。肘当たったがこれはお手つき、大足テラーガード。さあ始まるか、肘に対して壊しキャラ対策を見せ出した山さん。第2ラウンド、リズナが通る。先制は山さん、ロックが飛んでった。レイヤーまで壊し重なるので投げ抜けて、リズナ下がるところスラで追いかける、投げを通して逆転、サギトビ投げ抜ける、ギリ当たらず、鉱山めくり中継さあ中断相打ち集中テラ届いた、逆転なるか、遅らせ中足、おお強い、ここでスラが飛んでくる。いちいち第3ラウンド投げ抜けから中足コロコロ、キズナスラで追撃、肘から壊し投げ、おっと何が出なかった、小足が通る、キズナ狙い系からフラッグ虫なのか、扇風客持続で巻き込んだ、スラ肘からここで山さんコロコロめくりで中継、これがぬるりと刺さる、ヒントが戦勝4個。からの10戦目ヤマさん VS リンド、投げが通る、ファン投げ、投げが通る、集中中弱中イズナピオラーズ、イズナ重ね、まあ、ピオリですよね。第1ラウンドヤマさんバルログ、第2ラウンド福田君相打ち相打ちテラー旋風でヤガード投げかく、中足コロコロリードヤマさん、投げ抜けて不審中一旦落とし、出だけリズナガードだがバルセロナヒット、ダイヤシーすごいの出しすぎだが、キニガード投げが通る、さあどうする、スラガード、おーどうなった、ヤマさんハイクロー、あの場面でジャンケンに行く均等さんも均等さんやし、ハイクローを出すヤマさんもヤマさん、ゴーゴー11戦目最終戦はゴーゴー五分です。第71回ストリートファイターのランキングバトル、優勝者指名11勝ち、優勝者ヤマさんの指名は決勝の相手でもあるキントーさんとガイ、ゴーゴーの五分から
11戦目最終戦、左足コロコロ割り込んで表利き EX 王さんからめくりは、これはさすがにガード、シャバライでピオリ新旧セービングアタックレベル3からいつものコンボ、第1ラウンドは均等外、第2ラウンドハイクローガード、だがチュビ反撃がない、ダイスカードダイアステンタンチューピーから影なんか通る、宝山で締めてグラス、おっと出なかった、グラス節の中継からウルコン繋がるやつだと思うんですが、カウンターで小足キリ、なるほどな、投げは抜ける、チューピー砲弾 EX テンプ、ここで小足ヒット、勝ったのは金藤大、この男強かった、今日の11勝ち、山さん VS 金藤さんの試合は 5-6 で金藤さんの勝ち越しとなります。